アウレリオ・ビドマーは、オーストラリア出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。実定は、元代表 DF、トニー・ビドマー。現 BG、パトゥム・ユナイテッド FC 監督。なお、ビドマー表記の他に、ビドマー表記も用いられている。1985年、アデレードシティ FC へ入団。その後ベルギーのクラブチームを転々とし、 スタンダールリエージュに在籍した1994から95シーズンに得点王に輝き、オセアニア年間最優秀選手賞を受賞。その後は、フェーノールトや FC シオン、CD、テネリフェに在籍した。1995年から2001年まで、サッカーオーストラリア代表のキャプテンを務めている。1998年に当時監督であった。 エディトムソンの縁もあってサンフレッチ広島遺跡し、ドナルド・グッドマンや山口敏弘と共に J1 参入決定戦回避の切り札として期待された。コンディションがなかなか整わなかったため目立った活躍はしなかった。なお98年はビドマー、99年はビドマーとして選手登録している。1999年6月に退団。その後は アデレードシティ FC に復帰。2001年、日本と韓国で開催されたコンフェデレーションズカップでは、オーストラリア代表として再来日。2004年に現役引退。引退後は、アデレードユナイテッド FC でコーチを経験し、2007年には、ジョン・コスミナ監督辞任を受けて、暫定監督を務め、シーズン終了後、正式に監督に昇格した。 AFC チャンピオンズリーグでは2008年2010年と出場を果たし、2008年にはオーストラリア勢として初の決勝進出を決め、FIFA クラブワールドカップ2008出場を果たした。2010年ではかつて在籍した広島とグループリーグで同組になり対戦した。2008、09A リーグ最優秀監督賞受賞。2010年6月、 W 杯後からオーストラリア代表アシスタントコーチ及びロンドンオリンピックを目指す U-23 代表監督に就任する。ただ、ロンドン五輪アジア最終予選で敗退し、本大会出場を逃している。ありがとうございます。